こんばんは、中村舞です。家に帰ってお風呂に入って布団の中です。実家じゃない布団、ごめんなさい。もうちょっと体力の限界が来てうつ伏せです、すみませんこんばんは今日は沖前公園、愛媛、昼夜ありがとうございました、2公演2日間でね、4公演めちゃめちゃ楽しかったです。ありがとうございました。皆さん無事家に帰ったかな。配信で見てくださった方もありがとうございました。本当に本当にありがとう。ありがとう。DMM で見た。ありがとう。ありがとう。下帰りを、愛媛、満喫して帰ってくださいね。かわいかった。ありがとう。ポニーテール、今日そう、昼はポニーテールで夜はまた女神してました。そうなんです、姫観光してね。鼻水、そう、鼻水すごいの。鼻水と咳が、ハートもじもらありがとう、ありがとう。髪型確かに全部変えた。おろしツイン、ポニー、まとめ、めっちゃ楽しかったです。ありがとう、ありがとうございます。無事で本当に楽しかった。ありがとうございました。残すところあと1公演なんですけど、はい、広島のブルーライブで4月7日にあります。眠そう、大丈夫本当ありがとうございます。足はつらなかった。漢方を朝も昼も飲んだんで追加公演してほしいでも本当にあの終わっちゃうのがね、本当になんか、うーん、だって5回で終わっちゃう、うんね、なんか寂しいですね。お疲れ様、ありがとう、どうもありがとうございます。そう、今日はそう、この公演で3月9日というね曲をね披露させていただいたんですけど、そう、夜公演ではみんながね一緒に歌ってくれました。嬉しかったです。レミオロメンさんの、ちょっと楽しかった。愛媛最高でした。ちょっとたくさんね語りたいこともありますが、マジでね、初日の岡山もちょっと涙ポロリだったんですけど、今日も涙ポロリだったやっとハートも覚えました、ありがとう嬉しい。船で帰ってきたよ。覚えたよってありがとう。わっ、タワーいただいた。はやりんごさん、ありがたわ。ちょっとタワーのお礼が全然できてなくて申し訳ない。ありがとう、はやりんごさん。猫タワー、ありがとうございます。お礼させていただきます。ありが
深夜になった。すいません、こんなうつ伏せでごめんなさい。うん、そう、日帰りなの。明日もそうあるので日帰りです。ちょっと実家には帰ってないんですけども、ありがとう。少し落ち着けるか、どうだろう。家族見に来てくれてました。お父さん、お母さん、お姉ちゃん。ちょっと犬はいませんでした。犬は2人はいなかったんですけど、来てなかったんですけど、はい、3人で来てくれてました。お父さんは立ち見で、そう、お母さんとお姉ちゃんは親族席とか友人席ではないんですけど、はい、座って見てました。はい、バラありがとうございます。来てくれてたの。お父さん立ち見、なんかお父さん座りたくない人なの。お父さん立ち見が好きらしいから。俺は立ち見だって言ってた。なんかね、多分そわそわするんだよ、座ったら。そうそうそう、なんかどっちがいいって聞いたら、なんかスタンディングがいいって言ってて、でなんかそうそわそわする、なんか立ってる方が落ち着くらしい。リアルご親族、いや、リアルご親族立ってました。そう、なんかね、アンコールがさ、昨日もだったんですけど、大きいまい、大きいまいで、なんか新鮮でしたね。ありがとうございます、本当に。大きいまい、大きいまい。おしまる、ありがとう。そう。そうだ、ちょっと待って、よいしょ。3D ステッカーもらいました。そうなの。出ました、これ。真顔バージョン、真顔バーですよ、真顔バージョン。怖い。なんかこう 3D スキャナーを使用し、中村舞ご本人の顔のデータを超リアルに再現しました。 PC やスマホ、好きなところに貼るだけで、いつでも中村舞に見守ってもらえます。立体なんですよ、ほら。なんかね、私髪が長かったんでね、ちょっと髪が短めにされてるんですけど、もったいなくて貼れない。
完売してた。これ多分4月7日の広島でも販売されるって言ってたので、ぜひゲットしてください。じゃーん、まいちゃんの買ったけどどこに貼るか、シャンチュー。いや確かにこれどこに貼るかだよね。ネット持ってるの？いやネットで売ってはないんだよね。多めに作ってください。保存用？保管用がいる？携帯に貼ってる。え、携帯いい？携帯良くない？わかんない、ちょっと聞いとくね。でも広島では発売するって言ってました。いい、ありがとうございます。チプチもありがとう。日の出食堂行ってきた。あ、なんかそう聖地巡礼とかしてくださってる方とかめっちゃいらっしゃいますよね。ありがとうございます。アクスタ可愛かった。あ、ありがとう。なんかね、うちのお母さんがうちわが買えなかったって言ってました。うちわが欲しい。結婚してやだ、ありがとう。おしまらもありがとう。うちのお母さんうちわ大好きなの。イケマイ、うちはまたね、広島でね。缶バッジのイラスト好き？あ、あれね、喧嘩のやつでしょ。かきもいしたよ。缶バッジはランダムで5種類なんですけど、そう、イラストもあります。広島ラストだね、4月7日。そう、しっかりありがとう。初見さんもありがとうございます。中村舞です。愛媛県出身です。ありがとう、配信でね、ほんと見てくださった方も、アーカイブもぜひ見てください。結婚式、そうですよ、結婚式がテーマだったんで、広島座る席あるか。そうだね、あるはず。多分一緒な感じになりそうです、座りと立ち。結婚式、ゆきちゃんがなんか他の人と結婚したら罰がつくのかなって言ってましたね。でも私思うんですよね、なんか罰っていう言い方良くないですよね。だいたい結婚ってさ、すごいいいものでさ、なんか結婚したってすごいんだからさ、丸にした方がいいですよね。丸1、一回結婚丸1みたいなね。なんか罰って丸の方がいいですよ。ありがとうございます。2回目20丸になるの。丸1。花丸になってくの。
戸籍の紙にバツがつくから丸にしましょうよ。え、待って、結婚届って市役所に出すんですか？え、市役所？そうなの？知らん全然わからん。もう婚姻届か。結婚届ね、婚姻届。そうなん。どこと思ってた。考えたことなかった、あんまり。なんか結婚のなんか相談所じゃなくて、なんか結婚みたいなとこがあるんかと思った。全然知らん。いや、お休みって言われる。また明日配信します。今日はゆっくり休みたいと思います。皆さんもゆっくり休んでください。明日からまた頑張りましょう。ちょっと壇上呼ぶ。福太郎さん、シーサーさん、コンフィーさん、ケケさん、マサさん、タニタニさん、ハヤリンゴさん、カキヒロさん、キノペコさん、ショウくんさん、オッサンズサムさん、クマネパパさん、ガムシューさん、ありがとうございます。来週まで頑張る。来週あれ、3月17日はドラさんイベントある。また週末に向けて、ありがとうございました。皆さんゆっくり休んでください。おやすみなさい、おやすみなさい。うえーありがとうございました。いっぱい寝て、明日も頑張りましょう。本当にありがとうございました。お疲れ様でした。嬉しかった、ありがとう。おやすみ、おやすみ。いい夢見てんね。ゆっくり休んで。まだね、明日。見てくれてありがとう。おやすみ。Love you. おや。でも頑張ろう。おー。